キュートアグレッションション嫌がってるの面白くておもろくていっぱい顔のぞいちゃう。いつか一緒に二人で遊園地とか行きたいな。ハートモノマネ公認も待ってるからね。キュートアグレッションだわ、ミナトアクア。あ、シオンタン。あ、あ、気まずい。ここで書くの気まずい。気まずい。ここで書くの気まずい。なんだかんだ。年一くらいで遊ぶ。シオンは祭りのことどう思ってるのかな。気まずいのがシオンって。あのことを知ってるのにお泊まりするあざと女。また好きになっても知らないよって書きたいけどやめとくか。気まずいから。また好きになっても知らないよ、ちょっと気まずいか、やめとくか。ねえ、復帰遅くなる。あ、祭りのせいで、ちょっと気まずいんで、あとあと1ヶ月休みますとか言って1ヶ月伸びたら、さすがに皆さんに申し訳ないので、やめておきましょう。ちょっと、いい感じの距離で行きましょうね。おもろ。でもね、ナギリはね、絡みがね、少ないんだね。初期は絡みあったんだけど、まず最近喋ってないな。でも二人でご飯とか行ったよ。何話したっけかな。でもそれもね、2年前とかだから、マジで、あれだわ。全然行ってない。焼肉に行ったけど。え、ガチガチ。まあ、でもなんか、最近どうみたいな感じ。いや、最近こういう企画を進めてて、みたいな。結局仕事の話になっちゃうんだよね。そうなんだよ。そう、配信とか、あと他のホロメンの話とか、なんか、3D ライブ次何歌うんみたいな話になっちゃうんだよね。また、会いたいな。ちなみに、一緒に大会出たことあります。VTuber 最強決定戦、ロボコさんと、まつりと、ナキリの3人で出たことあるんですよ。その時よりまつりゲーム上手くなってますから、相当昔じゃない ?2018 年とか ?19 年とかそれくらいかな。え、実はサシコラボしたことない?もしかして。いや、Apex コラボしたことあるはずやねん。その、V サイの練習の時に。つまり、今はもうしてないということだから、全然。してみ、したいか。久しぶりね。距離感、詰めるために、サシコラボ、どうですか?連絡、待ってます。距離感やば。チョコ戦はな、メイクしてくれたりする、祭りに。美容女子で、嬉しい。嬉しい。バカの感想みたいになっちゃった。また、メイクしてほしい。し、
一緒にメイク道具買いに行きたいな。コスメとか一緒になんか見たい。この色合ってる合ってないとかなんか話したいわ。女子力の鬼だからね。いや祭りも負けへんけどな。どうなんだろう、祭りのことどう思ってんだろう、みんながどう思ってるか知らないけど、祭りも結構メイクとか美容とか好きよ。まあ祭りネイルとか絶対やり続けるし、ネイルもだし、あと週に2回今ジム行ってるし、美容院も毎月行ってるし、あとフェイシャルとかもやってるし、はい。なんかイメージないんだよね、でも祭りってそういう。でも食べることの方がもっと好きでしょ。実は最近馬肉かお刺身しか食べてないんですよね。はい、朝はプロテインとバナナです。はい、なんかもうちょっとね変わっちゃった。みんなが思ってる夏色祭りじゃなくなっちゃったわ。申し訳ねえな。連れてけー。オッケー。チュバル最後に話したのいつだ。もうラーメンの時かも。1年前くらい、ラーメン以来かも。え、そうだよ、ダイビングいつ行くの。スカイダイビングいつ行くんですか。祭り準備できてます。そう、スカイダイビングまだ行ってないわ。行かなきゃ。秋かな。秋にまた誘うね。覚悟を決めておけ。覚悟を決めておけ。